村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。先日からキューベーシス3にですね取り憑かれるように、頑張っています。いろいろプラグインも買ったりして、なかなか本格的にですね、僕の場合はですねオーディオを録音するとき、いわゆる生ギターであったりボーカルで撮ったりということであれば、やっぱりパソコンの基本はスタジオ1を使ってるわけなんですけれども、これを使い出してですねキューベーシス3を使い出して、もう僕は制作という意味ではもうモバイルでいいんじゃないかなってだんだんね、なんか浮気心というか、もうパソコンさよならみたいな気持ちにもなりつつあるんですけれども、なんやかんや、まあお話しする前に一度、まあ、どんな感じで作ったか、そして、それを聞いていただいた後で作り込みのお話をしたいと思います。こんな感じに作ってるんですね。この曲は、今うちに勉強に来てるひまわり専用のですね、ステージ用の登場 SE というテーマで、作ってるんです。それでですね、まあ、一つ一つ行くんですけれども、まあ、こんな感じで、ありまして、このまだ一番上は何かをつけようとつけるかなと思ってですね、全くトラックは開けたままにしてます。次のは少しコーラスを入れたものなんですけれども、ちょっと聞いてください。こんな幻想的なリバーブ感いっぱいのものなんですけどね。そして、メロディー的な要素のものは、このパーカッションオルガンというところで、やっています。このプチプチはですね、ちょっとパソコンとつないで、この画面を動画作ってますので、現実はCPU もまだまだね、今左の下の方を見ていただいたらですね、システムインフォがありますけど、 CPU も全く大丈夫ですので、このプチプチはちょっとご了解ください。そしてですね、次は、標準で、ついてる、音源じゃなくてですね、これはこの間もお話し、したことがあるんですが、レイバンズ・クロフトという世界最高峰のピアノの音色にしています。とっても綺麗な音色です。これパンはかなり、右に振ってるんですけど、今度は左の方でですね、ホンキートンクの音源ですね、こ
こんな音色です。で、あとはディストーションギター、これにはですねちょっとワウがかかってると思うんですけれども、このところはですね、左の方を見ていただいたらワウペダルとなってますが、ワウですね、ワウとそしてアンプモデルを入れてですね、ちょっとトレブルを高音ですけどもを上げたりして作り込んでいます。そして次の音は、ストリングスです。バッキングでですね、ベース的に流れるようなもの、そして、次はベースですね。そして、最後はドラム。これもドラムもねすごく作り込んだというよりもキューベーシスに標準搭載されてるドラムキットでですね、AM エレクトロキットっていうのが案外ねこの曲に合うと思って、その音色にしていますが、ちょっとシンバルがですねちょっと耳にきついかなと思いますので、ここにEQ をかましてみますね。感じでどうでしょうかね。そしてミキシングですけれども、この真ん中あたりのですね青いのがパン振ってます。ちょっと鳴らしながら一度作り込んでいってみますね。
メロディーにはですね、一番中心のメロディーになりそうな音にはこうやってですね、少しリバーブをかけたりとか、そしてマスターチャンネルなんですけど、マスターチャンネルの方にはファブフィルターのですね、リミッターかけてます。リミッターのかけ具合ちょっと見てくださいね。今現在音をプラス 5.9 上げてですね、ちょっとゲインリアクションが起こるように、ゲインリアクションは上の赤いところですね。マイナス1にしています。一回リミッター上げていきますね。まあちょっと、はい、もう一度先ほど上げると音圧は上がりますが潰しすぎなんで、発売になってまだ3、4日のはずですけれども、まずまずですね、使えるというか、そういう感じしています。心の中ではまだまだモバイルだ、限界があるよねということも、少しは感じながら、でもなんか作ってるともう時代は来たかな、そんな感じをしている今日この頃です。皆さんね、一度挑戦してみてください。6100円でできる、とっても楽しい、お遊びかな。僕の場合はちょっと仕事が噛んでてですね、なんとなく楽しんでばかりもいられないというのが辛いところなんですけど、皆さんは趣味でやられてる方、特にですね、一度試していただくのもいいかも分かりません。村長でした。